フリーダ・オォルバーグは、スウェーデンの女子プロボクサーである。エステル・イエータランド・兼オート・ビー・ダベリ出身。前 WBC 女子世界、スーパー・フェザー級王者。元ウィブフ世界スーパー・フェザー級王者。アマチュア時代にはスウェーデン選手権6度優勝。2001年世界選手権にもスウェーデン代表として、出場、決勝まで進みミリアム・ラマールに勝利して、金メダルを獲得。 アマチュア時代の戦績は53戦48勝。スウェーデンでは1970年以降プロボクシングが禁止されていたため、デンマークに渡りプロとなる。2004年2月6日、マリベル・サンタナを1回戸で尻溶けデビューを飾る。その後も、デンマークで白星を重ね、2005年6月17日、ファトゥマザリカと空位のウィブフ世界スーパーフェザー級王座を争い。 王座獲得。一度引退した後、母国でのボクシング解禁を受け2010年現役復帰。スペインでのノンタイトル戦を、小勝利に収め、9月24日、初めてとなる母国での試合を、ニコール・ボスと行い、判定勝利。11月27日、3度目の防衛を目指すオリビア、ゲルーラが持つ、WBC 女子同級王座に挑戦し、 3から0判定で大座ダッシュ。なお、スウェーデンでは10回戦以上の試合が禁止されているため、この試合は10回戦でのリマッチを条件に、WBC は特例として認め8回戦で行われた。また、この試合は K1 スカンジナビア大会で行われていた。その後、2011年に10回戦も認められたため、9月3日に国内でゲルーラと再戦。 判定勝利で、初防衛。2012年4月27日、元 IBF 王者、アマンダ・セラノを迎え2度目の防衛戦を行い勝利。2013年6月14日、オーストラリアのダイアナ・プラザックとのタイトルマッチにおいて、8回に2度のダウンを奪われ TK を負けして、混沌、頭部へ衝撃を受けたことが原因での脳出血で、カロリンスカ病院で手術を受け。 一命を取り留めたもののこの試合を最後に引退をした。ありがとうございます。